はじめまして、冒険者様。私はこの町の長です。今回は伝説の地黄金森を目指す冒険者様のためにダンジョンの攻略法をご案内しますね。冒険者様の使う戦闘秘術、団子。団子状に仲間を積み上げるこの秘術では3つのアクションが可能です。職業の本領発揮、ジョブアクション。団子の一番下のリーダーが職業ごとの固有技を放ちます。リーダーの真上の頭を投げつけるアシストオーダー。投げられた頭は人型に戻って得意技を発動します。仲間全員が一斉攻撃するエクストラオーダー。積まれた頭が全て人型へ変身。全員が同時に得意技を発動します。これら3つのアクションを駆使して樹海の採用を目指しましょう。続いてダンジョン探索の醍醐味、フィーバーモードをご説明します。フィーバーモード中は敵やブロックからフィーバージェムがジャラジャラ登場。フィーバージェムを集めると冒険の間パーティーを強化する素敵なお宝フィーバーギフトが手に入ります。フィーバーモード中は無敵状態。敵の攻撃を気にせずお宝を集めましょう。最後にダンジョン攻略のキーポイントもお伝えしますね。あまたの敵が待ち受けるダンジョンでは探索を続けるほど新たなお宝を発見できます。ただ同時にダンジョンのデンジャーレベルが上がり、モンスターは手強くなっていくでしょう。また同じ階層にとどまりすぎると絶対に倒せない敵も登場してしまうので気をつけてくださいね。素早く攻略するかギリギリまでお宝を探すか的確な判断が重要となるのです。手に入れたお宝は次の探索への糧になります。拠点でキャラクターや装備を強化して新たなダンジョンに挑みましょう。そしてそして私も町の長の傍らお弁当屋として冒険者様をサポートしますよ。今や廃れたこの町にとって冒険者様は最後の希望なのですから。あまた重なりきらめく深淵、ラピスリアビス。2018年11月29日発売予定です。